皆さんこんにちは。はじめまして、ゆうこと言います。簡単に自己紹介させていただきます。私は日蓮宗宗法華経という信仰をしています。私は生まれた時は創価学会員でして、親たちが創価学会を辞めた時に、当時中学生だった私もその流れで脱会して日蓮宗宗法華経員になったっていう感じです。今日は一番最初なので、そんな私がなぜ宗教チャンネルというものを始めたのかっていう話をしていきたいと思います。まずね、宗教ってほとんどの人が自分にはあんまり関係ないと思っているんではないでしょうかね。大概の人は自分は宗教興味ないんでとか、自分は無宗教なのでっていう方多いと思うんですよね。しかしそれは宗教についてあまりよく知らないがゆえであると私は思うんですよね。宗教って、悩みのある人がやるもの、病人や高齢者がやるもの、弱い人間がやるもの、あるいはカルトのような恐ろしいものであるといったネガティブなイメージをお持ちの方もいるでしょうし、単に冠婚葬祭のためのもの、あるいは何かあった時に神社にお参りに行こうかなといったような、あんまり深くは、ね、宗教っていうことについて考えていない方が多いのではないのかなって思うんですよね。しかし生きていれば誰にでもちょっとした日常の悩みであったり、仕事の悩みや人間関係の悩み、金銭的な悩みで様々な悩み苦しみが生じますよね。時には鬱になったり体に不調が現れたりすることもありますよね。そういった様々な出来事の根本的な原因は何なのかって言ったことを皆さんは考えたことがありますか？物事には必ず原因と結果があって、必ず対になってますよね。原因だけあって結果がない、あるいは結果はあるのに原因はないっていうようなことっていうのは絶対にこの世界ではありえないことでして、必ずそのような目に遭うっていうことは、そうならなくてはいけない原因っていうのをどこかに持っているっていうことなんですよね。中にはなんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ、なんで俺がこんな目にって言ったようなことも多々あると思うんですよ。逆にね、全然何にも頑張ってないし性格も悪い人が、なんであの人あんなに幸せそうなんだ、いい人生送ってんだって思っちゃうようなこともありますよね。この世界は矛盾してるからなんていうことを言う人がいるんですけど、そのなんでこんな目にみたいなものも、実は全て自分の中にそのような目に遭わなくてはいけない原因っていうのを持っているんですよね。それは全く自分の認識していないところに原因がある。それも人として全然何にも悪いことしてないのに、誰の目から見てもね、もう客観的に誰の目から見ても全然悪いことしてないし、真面目に一生懸命頑張ってるのに、そういったようなことが実は不幸を招き寄せ、苦しまなくてはいけない原因になってるっていうことがあるんですよ。あとですね、病気などで病院に通い、お薬を飲んで治療されてる方とかいらっしゃると思うんですけど、特に精神の病気だったりすると、もう自分は何をやっても全然治んないからなんて方いるんですよね。で、実は私も7年間精神障害持っていたので分かるんですけれども、一生懸命お医者さんの言うことを聞いて、お薬もちゃんと飲んでカウンセリングとかも受けてるのに、どうしてなかなか良くならないのかって言ったようなことがね、あるんですよ。これは精神の病気以外でもね、原因がよく分からないであったり、一生懸命治療してるのになかなかこううまく治っていかないって言ったようなことがあるんですけど、それもまたやはり
なぜそのような目に遭わなくてはいけないのかっていう原因があるっていうことなんですよね。医療や心理学、あるいは世間で良いと言われていることだけをやっていてはやれることに限界があるんですよね。で、私たちは困ってる人がいたら手を差し伸べて助けるということはできるんですけれども、まあ、その人がその差し伸べた手を拒否ったら、それを受け入れることができなかったとしたら、私たちはその人を助けようがないですよね。私たちができることっていうのはあくまでもその人に何か良いアドバイスをしてあげたりですとか、必要最低限の物質的な支援をしてあげたりとか、まあ、あとはお話をね聞いて共感したり、一緒に立ち上がって声を上げるですとかね、そういったことになってくるかと思うんですけど、それ以上の介入っていうのはできないと思うんですよ。要はその人の心がどうなのかっていうのが一番重要でして、その人自身の心の在り方や努力っていったものが必要になってくるんですよね。で、自力も他力もどちらも大事っていうことです。特に自分も他人もわからない無意識の領域、潜在意識の領域において何か問題があるという場合においてはですね、その本人にしかその問題を解決することはできないんですよね。結局は自分の人生は自分でしか解決できないってことなんです。あと、自分のもともと持っているもの、まあその人の人間性ですとか、心の在り方、性格といったようなもの、あと物事の考え方、捉え方、まあそれぞれもちろんあっていいんですけれども、まあ中にはね、その無意識の悪い癖であったりとか、誤ったものの考え方、あとはその歪んだ認知をお持ちの方、性格的にちょっと問題をお持ちの方などいろいろいるんですけれども、まあそういったものを持っているがゆえにですね、苦しみの人生を歩まなくてはいけないっていう方々も多くいらっしゃるんですよね。その悪い癖や悪いものの考え方、そういったものがあることによって誤った行動を起こしてしまい、まあ、加害者被害者っていったね関係ができてしまったり、さまざまないざこざ争い事、その他種々の問題が生じたりするんですけれども、その悪い無意識の癖であったりとか悪いものの考え方で認知が歪んでしまっていったようなこと、そういったことの根本原因もまた私たちの知恵では想定もしていないことが原因だったりするんですよね。その私が先ほどから言ってるその不幸の根本的な原因は何なのか、それはズバリ煩悩と方々なんですよね。煩悩というのは皆さんもまあなんとなくは知ってると思うんですけれども、それよりももっと重要になってくるのは方々というものなんですよね。そしるに法って書いて方々って言うんですけれど、その方々っていうものを皆さん知らない、そういった発想すらないっていう感じなんですよ。まあどういったことかって言いますと、人間は煩悩が強くなると自分が自分がっていう命の状態になっていくんですよね。まあ自分さえ良ければということですね。今だけ金だけ自分だけなんて言葉があったりしますけど、まさに人をそういう状態にさせてしまう
目に見えない命の汚れのことを煩悩って言うんですけど、まあ煩悩の代表的なものとしてはトーンって言って、むさぼり、仁、怒り、智、トン仁智って言うんですけど、で智は愚痴の智、愚かっていうことで、そういったものがあるんですが、まあそういった心の状態が、まあ、多いっていうか増えていくと、人の心が乱れて、でそういった人同士でまた集まることによって世相も悪くなっていくんですよね。そもそも人間っていうのは全員煩悩っていうものを持っているんですが、その煩悩を強くして増やしていってしまう原因っていうのがあるんですよ。そのもう我が我がっていうね、まあ、煩悩、先ほど言った3つ以外にもものすごいいっぱいあるんですよ、煩悩って。まあそういういろんなさまざまな煩悩を増やして強くしてしまう原因っていうものがあって、それが方々になります。方々とは何かっていうと、誤った教え、不完全な教えの宗教、あるいは悪思想ですね、そういったものをまとめて方々っていうんです。そういったものを信じたり用いることによって、自分の無意識の領域がどんどん汚されていくっていうのかな、煩悩が増えていってしまうんですよ。だから、まあ、自分が何にも悪いことをしていなくてもですね、無意識の領域にその方々っていうものがあると、煩悩が増えていってしまうことによって、判断を誤ったり、その例えばね、何かあった時にその認知をこう歪んだ認知でこう捉えてしまうっていうかな、そういったことが起きがちになってしまう、もう本能的な迷いっていうのかな、まあそういったものが非常に強くなってしまって、例えば本当は正しいものを間違ってるんじゃないかって疑ってしまったり、あるいは逆にですね、間違っているものを正しいと信じ込んでしまうって言ったようなことが起きてしまうわけですよ。まあ、そういった考えに至ってしまう原因の奥底には方々というものが必ずあるんですよっていうことで、そのように言うと、まあ、多くの人はね、あ、私は何にも宗教やってないし、変な教えも受けてないし大丈夫だわって安心する人いるんですよ。しかしね、それちょっと待ったって感じなんです。宗教もね、政治と同じで、多くの人が無関心だったり、まあ思想の自由だからみたいな感じだったりするんですが、実は自分の人生の良し悪しにものすごく深く関わっているのが宗教なんですよね。政治は、まあ、私たちの生活に直結してるんですけれども、それと同じように宗教も私たちの人間の命に深く関わっていて、その人の人生にストレートに反映されていくものなんですよ。なのでね、ちゃんとした正しいその宗教の知識を持って、正しい宗教とは何なのか、誤った宗教や不完全な宗教とは何なのか、真の幸福平和といったものは何なのかといったようなことを知る必要があるかと思います。まあ、この方々っていうのはね、本当に普通にただ暮らしているだけでもですね、必ず、大なり小なり何かしら影響を受けているものなんですよ。まあ、例えばね、私たちは、まあ、生きていくためにこう空気を吸ったり吐いたりしてるじゃないですか。吸ったり吐いたり、水を飲んだり、ご飯食べたりしてるわけですけれども、まあ、そういったものの中にね、もし仮に無味無臭の毒が微量に含まれていたとしたら、もうその毒も知らず知らず
吸っちゃってますよね、摂取しちゃってますよね。その毒をずっと継続的に取り続けていたらどうなっていくかっていうと、絶対にいつかは体調が悪くなったり何かおかしなことになっていくわけですよね。場合によっては命を落としかねないわけですよ。宗教もそれと同じで、私たちの生活に意外と深くいろんな形で関わっているんですよね。例えば家に仏壇がある、神棚があるなんて言った場合、特に手を合わせたりとかしていなかったとしても、その宗教の影響を受けておりますし、あるいはお札をもらってきた、お守りを持っている、あとはね、十字架のアクセサリーとかね、そういったファッションみたいなものであっても、その宗教のシンボルのようなものであったら、やはりそれも実は私たちの心に大なり小なりの影響を与えているっていうものになってしまうんですよ。まあ、それってね、まあ、例えばですけど、まあ、喫煙ルームに入って、まあ、タバコを吸うとするじゃないですか。そうするとその喫煙ルームから出てきた時に、そのタバコを吸わない人、普段からタバコを吸わない人からすると、敏感にそのタバコの匂いって察知しちゃって、あ、タバコ臭っ、って気づくじゃないですか。しかし毎日たくさん喫煙ルームでタバコ吸ってて、でずっと喫煙ルームの中にいたりしたとすると、自分がいかにタバコ臭いのか、そのルームがどんだけタバコ臭いのかっていったことに気づけなかったりするんですよね。それが当たり前になってしまうので。で、今の世の中っていうのは、それと同じような感じで、実にその誤った教えの宗教、不完全な教えの宗教や悪思想といったようなものがですね、そこら中にはびこっていて、それが当たり前になってしまってるためにですね、誰も何にも思わない、気にしないっていう状態になってしまっていると。それももう最近の話ではなくて、もうすごい昔から、もうね、昔から宗教ってありますからね、だからもう何百年も前とかから、もうすでにもうそういう状態になってしてなってきてしまって、現在にまで至っているっていうことなんですよ。その宗教っていうのは何をその信仰の対象物にしているのかっていうのが非常に重要なんですけれども、まあ、どういった神様なの、仏様なの、どういう教えなのっていうことなんですけど、そういったことをね、ちゃんと知らないで、なんか雰囲気だけで、あの結婚式やチャペルがいいなとか、お葬式だから お寺にしようとか、七五三だから神社でいいかなとかね、初詣は神社に行こうとか、なんかそんな感じでね、日本人は特に選んでしまっている。無宗教って言っておきながらね、まあ本当にもうそんな感じで、いろんな宗教をてん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 ってしてるわけですよ。私はそんな状態ではいけないと思ったんですよね。日蓮聖宗の信心をしていくにつれて、そういったことがよく分かってきたので、多くの方々にも知ってほしいな、分かってほしいなって思いまして、こちらのチャンネルを立ち上げました。まあ、皆さんそれぞれね、さまざまなご意見、お考え、言い分などあるかと思いますが、一旦そういったものを脇に置いていただいて、私の話も聞いていただけたらなって思っております。まあ、この動画はですね、あくまでも私個人の宗教チャンネルとなっておりますので、参考程度、あるいはこんなこと言う人もいるんだぐらいで聞いていただけたらいいかなと思っております。あと、このチャンネルを通じてですね、宗教に興味持ったよ、もっと知りたいなっていう方がいらっしゃいましたら、お気軽に私にご連絡ください。概要欄にメールアドレスを載せておきますので、そちらにお問い合わせ、ご感想などを送っていただけたらと思います。
ゆうこの宗教チャンネル、いかがだったでしょうか。面白かった、参考になったっていう方は、ぜひ励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。私の宗教チャンネルでは、宗教の教義の難しい話っていったものはあまりする予定はなくて、できれば日常の何か分かりやすいシンプルな例え話を用いて、緩い感じで話していけたらいいかなと思っています。次からは宗教とは何ぞやっていったことについて、さらに深掘りしていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。